こんにちは、ゆきです。よろしくお願いします。今日は人の特徴を表す単語を10個紹介したいと思います。1つ目は、愛想がいい。愛想がいい。Maybe your textbook said it means cheerful. けど、これは人にしか使えない単語です。愛想がいい人。愛想がいい男性。みたいな感じで、人にしか使えないです。で、どういう人かっていうと、いつも笑顔。Always smile.で、すごいフレンドリーで、ポジティブで、元気で、話してて楽しい人。すごい、コミュニケーションが上手な人。おはようって言ったら、元気に、おはようって、ちゃんと返してくれる人。こういう人が愛想がいい人です。逆に、愛想が悪い人っていうのは、それができない人。いつもなんか、悲しい顔してるとか、怒ってる顔してて、挨拶しても、挨拶してくれない。僕がおはようって言っても、おはようって言ってくれない人、愛想が悪い人って言います。二つ目はセンスがいい。センスがいい。例えば洋服のセンスがいい。洋服のセンスがいい。ハイブランドの洋服を着てるとかじゃなくて、別に安い服なんだけど、なんかいいチョイスをしてる。すごいその人の顔とか体の体型に合ったいいチョイスをしてる。あとはスポーツで言うと、センスがある選手、センスのいい選手、センスのある選手。若いのに、まだ経験が浅いのに上手だし、成長も早いし、なんか期待ができる選手。こういう人をセンスのある選手って言ったりします。だからあまりね、経験が長い人に、あ、すごい、あなたセンスありますね。ではあんまり言わないかな。ちょっと失礼になっちゃうかな。経験の浅い人、まだ若い人に、料理したことないのに上手だね、センスあるねとか、サッカーしたことないのにサッカー上手だね、すごいセンスあるよって言ったりはしますけど、ベテランの人、長い経験をしたことある人には使わないでください。三つ目は、色気がある。色気がある。まあ textbook said it means sexy。 sexy、 まあ確かにね、色気があるとセクシーはほとんど一緒です。ほとんどけど、セクシーっていうのは、エロい感じ。すごいショートスカーツでタイプのドレス着てて、で、男性のセクシーっていうのもハーフネイキッドで、なんかシックスパックスで、けど色気があるっていうと、別にそういうセクシーな洋服を着てなくても、なんかすごいフェロモンがすごい出てて、なんか魅力的で、色気があるっていうのはもう人にしか使わないので、あ、そのドレス色気があるね、これはね、あんまり使わないんじゃないかな。そのドレスセクシーでいいね、とは言うけど、色気があるね、とは使わないです。四つ目は、気まぐれ。気まぐれ。気まぐれな人っていうのは、簡単に言うと、気持ちが簡単に変わっちゃう人、やりたいことが簡単に変わっちゃう人を、気まぐれな人って言います。さっきはチャーハン食べたいって言ったのに、やっぱりお寿司がいいな、コロ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 変わっちゃう人。仕事でもそう。さっきまではすっごいやる気があったのに、急にやる気がなくなって全然仕事しなくなって、けど夜になったらまたやる気が出て、また仕事やってみたいな、こういう人を気まぐれな人って言います。じゃあ5つ目は、近寄りがたい人。近寄りがたい人、英語ではこれ hard to approach って書いてます。 hard to approach、 なんか違う気がするんですよね、僕の感覚としては。例えばさ、近寄りがたい上司っていうのは、なんかちょっと見た目が怖くて、体もすごい大きくて、なんかちょっと近寄りがたい。僕の周りだと誰だろうな、空手の先輩とかは近寄りがたい人いますね。怖い顔してるし、あんまり話さないんで、最初何を話していいかわからない、何に興味があるのかわからない、こういうのは近寄りがたい人だよね。6つ目は、マメな人です。マメな人、英語だとディリジェントって書いてますね。マメな人っていうのは、細かいお仕事もちゃんとやる人です。メモも丁寧に取るし、スケジュールもちゃんと作るし、洗い物も綺麗に洗うし、布を散歩もちゃんとするし、なかなかできないですね。毎日1時間勉強ってできないじゃないですか。僕もできないんですけど、けどちゃんとこれをやった方がいいと思うことはちゃんとやる人、それはマメな人だ。で、じゃあマメな人の反対の意味を持つ言葉、いい加減な人です。いい加減な人。マメな人はインスタントヌードルを作る時もちゃんと卵も乗っけて、チャーシューも乗っけて、海苔もつけて、なんか最後にセサミ、ごまとかも乗っけて、こう見た目完璧にする、このマメな人。で、
いい加減な人っていうのは、本当はインスタントヌードル3分間待たないといけないのに、1分間でいいや、うん、トッピングめんどくさいからいいや、もう適当、もう食べれればいいやみたいな人ね。見た目どうでもいいや、まあ、いい加減な人です。7個目はまともな人、まともな人、まともです。で、英語がね、これね、proper って書いてあるんですけど、これもちょっと微妙かな。 I have never heard you are a proper person。 まともな人だね。 You are a proper person って、なんかこういう感じで使ったことがない、聞いたことがない。もし合ってたらごめんね。で、まともな人ってどういう人かっていうと、まともな人っていうのは、まあいわゆる普通の人かな。普通の人、普通に仕事して普通に生活してる人は、まあ、まともな人です。だから、まあ、世の中のほとんどはまともな人のはず。ちゃんとアルバイトしてる、ちゃんと学校で勉強してる、で、お仕事がなかったとしても何かに向けてちゃんと頑張ってる人、これもまともな人です。けど、まともじゃない人っていうのは、まあおかしい人だよね。日本で言うとヤンキーとか、夜なのにブーンってうるさいバイク乗って走ってる人とか、あれはまともじゃないです。道にポンってゴミ捨てる人とかもまともじゃないです。ちゃんと仕事してても道にポンってゴミ捨てる人はまともじゃないです。8個目はおっちょこちょいです。おっちょこちょい、 It says careless in textbook なんですけど、おっちょこちょいの方がもうちょっと、なんだろう、可愛い感じがするかな。 careless って言われるとちょっと傷つくじゃん。けど、おっちょこちょいだなって言われて、あんまりね、傷つく人はいないと思います。ちょっと可愛いイメージを持ちます。普段はちゃんとしてる人なのに、ご飯食べるときになんかこぼしちゃう人とかはおっちょこちょいだし、なんか歩いてるとき何にもないフラットな道なのに転んじゃう人、これもなんかおっちょこちょいの人、こういう可愛いなんかミスをしちゃう人、こういうのをおっちょこちょいって言います。9個目が慣れ慣れしい人、慣れ慣れしい人。 Textbook says over-friendly、 over-friendly、 慣れ慣れしい。まあこれはその通りだと思います。フレンドリーはいいイメージだけど、慣れ慣れしいには悪いイメージがあります。慣れ慣れしい人っていうのは、会ってまだすぐなのに肩触ってきたりとか、いきなりな、ちょっとコンビニでご飯買ってきてとかって人にお願いしたりとか、で、名前もゆきくんとかゆきさんとかじゃなくて、え、ゆきみたいな、なんかいきなりすごい呼び捨てとか、こういう人を慣れ慣れしい人だなって言ったりします。日本人の場合は、ね、大抵初めて会ったらゆうきさんとか木村さんとかさんつけたりします。海外の人はね、もういきなりゆうきでしょ。こうやって海外の文化分かってたら、これが普通なんだな、慣れ慣れしいじゃなくてフレンドリーな人なんだなって思うんですけど、こういう海外の文化を知らない日本人とかは、もしかしたらね、わ、慣れ慣れしいって思うかもしれないんで、気をつけてください。最後10個目はでしゃばりな人です。でしゃばりな人、でしゃばりな人っていうとやっぱりちょっと悪いイメージがあります。例えばさ、誕生日パーティー、僕の誕生日パーティーね、僕の誕生日パーティーなのに田中くんはすっごい目立ってる、ずーっと話してる。僕の誕生日パーティーなのに田中くんがずーっと話してる、これでしゃばり、でしゃばりな人。例えばあとはゴールキーパー、サッカーでいうところのゴールキーパーが相手のゴールまで行ったら、これすごいでしゃばりなキーパーだよね。この人のお仕事は自分のゴールを守ることがお仕事なのに、ぐーって前に出て攻撃に出る、これでしゃばりなキーパー。自分の仕事以外の仕事もやっちゃう人ね。頑張りすぎ、やりすぎ、でしゃばりです。これで10個です。どうでしたか。ほとんど N1 から取った単語なんでね、難しい単語もありましたけど、どれも会話でよく使う単語なので、ぜひ覚えて使ってみてください。じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。